はい今日も社長の仕事を始めていきます。今日はですね、経営の型を作ろうということです。でよく手張りっていわれますね。なんかこう、型を守ってで、それを破ってで、自分なりの型を作ってこう成長していくという、まあ、そういうモデルなんですけれども、まあ、会社を経営していくにあたって、その最初の守るべきですね型っていうのがあると、非常に成長が早くなるなっていうのがあると思うんですよね。 で私自身は10年ぐらい前ですかね、ちょうど、マイケル・ガーバーさんという人に出会ってです、ね、まあ、そこで,です、ね、型を教わったんですよね。あの一番何が学びになったかというと、細かいなんかこう、理論とか、えー、テクニックじゃなくてですね、一番何が学びになったかというと、経営を考えるときの型を手に入れたっていうのがね、一番大きいんですよね。で、それがあるおかげで、非常にこう自分の学びも成長しあの早くなったし、 経験を学びに変えるっていうこともね、えー、早くできるようになったなっていうのが、えー、非常に今考えると実感しているところなんですね。で、この型っていうのが、いや、何かっていう話を、えー、していきたいんですけれども、こう皆さんの知識をですね、こう木の、えー、大きな木だと考えていただくとですね、で型がない状態っていうのは、この幹がですね、非常に細い状態なんですね。で、なんかこう、本を読んだりとか、誰かの話を聞いたときに、こう手当たり次第にその木に、 枝をつけていくことになるわけですねで。そうするとですね、そのバランスが非常に悪い木になるわけです、ね。例えば、えーとまあ、特にあの成功した会社のです、ね、社長の自伝であるとか、なんかノウハウ本を読むとですね、この人はこう言ってるんだけど、この人が別のことを言ってるなっていうケースがあったりするわけですね。でそれを同時にこう勉強をし続けるとですね、こう自分の中で えー、これどっちがいいんだろうっていうことになってですね、結局いろいろ学んでんだけど、何もこう結びつかないっていう、ね、何も実践とか自分の知識に結びつかないっていうことになっちゃうわけですね。で、それがこの幹が非常に細くてですね、枝ばっかりついてる状態ですね。この非常にバランスが悪い木になるわけですね。じゃあその型がある状態っていうのは、まずこの木があってですね、幹ができるわけですね。で、主要な枝っていうのもある程度こうできていると。 そこに今度、新しい知識を身につけるときには、すでに出来上がっている木の幹とか枝のです、ね、どこにその葉っぱをつければいいかっていうのが分かってくるんですね、でそうするとです、ねあ、この知識はあこれを言い換えてる話だなとかです、ねあ、この話は、えー、これをなんか最近の言葉で言い換えた言葉だなみたいな感じで、えー、こう新しく知識を入れたときに、それをどこにこう配置すればいいのかっていうのが分かってくるんですね。 まあ言い方を変えると、その引き出しができるということですね。えー、自分なりにその知識の引き出しができるとまあこれが型ができている状態と言えるのかなと思います。でこれがあるとです、ね、非常に学びが加速するなというのが、まあ、私自身も実感しているわけなんですね。で皆さん、世阿弥という人を、ね、あのご存知だと思うんですけども、彼はです、ね、本の中でその型が、ね、なければ他の人の芸を、ね、取り入れることができないというふうに言っているんですね。 たんですけども要はその自分なりのこう引き出しとか、木,が木の形がないとです、ね、あれこれをこ聞くんだけど、その聞くたびにあこっちがいいのかなとかです、ね、こっちがいいのかなっていう感じで、ぶらついちゃうので、知識を得たことが、ね、全くこう行動に移せないとこういうことになってくるわけですね、そういろんなことを学んでんだけど、結局、自分で判断できない、どれがいいのかっていうのがそれから型がない状態なんですね、なので、きょうのまあテーマとしては、型を作りましょうっていうことなんですね。 じゃあより具体的に言うとですね、その経営における方とは何なのかというとで、このガーバーさんから学んだことなんですけども、まあ、社長がこう気にかけないといけないことっていうのは、7つだということで、まあ、これは仕組み経営を学んでいる方は、あの、切れとあると思うんですけども、リーダーシップ、マネジメント、財務、ブランド、集客、営業、価値提供ですね。まあ、価値提供というのはあの、例えば商品開発とか、サービスの開発とか、またそれを届けることですね。で、この7つの分野。 で、それぞれの分野に関して、自分内の原理原則っていうのをまとめておくと。いうことですね。でそうすると、新しい知識を得たときに、あ、これはブランドのことを言ってるんだなと。え、あ、これはリーダーシップの話だなっていうふうに、こう、知識のね、入れ場所ができるんですね。でそれで、新しい本とかを読んだときに、えー、その本に書かれている内容は、じゃここの部分だなと。ブランドに関する話だなと。 あった時にはじゃあ、今持っている自分の,そのブランドに関する考え方とです、ね、照らし合わせて、これこういうところが一致しているなと、これはこういうところがなんか矛盾しているなと、まあ、そんな感じでやっていただくとです、ね、非常に学びも深まるし、えー、そのなんか実際に行動するときの行動力になるということがあるのかなと思います。なので、そういうふうに、まあ、その型を、ねえー、自分内に勉強したことをです、ね、まとめていって、原理原則みたいなものを まあ、ノートでもいいので書いておくといいのかなと思います。というわけで今日は経営の型を作ろうという話でした。